はいどうも、ガトームーブの小石川知恵でーす。イエーイ。本日は2020年5月の29日です。本日は最近の小石川知恵のおすすめの飲み物を紹介していきたいと思います。はい、というわけでこちらが最近の知恵のおすすめの飲み物です。このね、クマちゃんと同じような色をしてるんですけど、これが牛乳だしコーヒーになるのかな。牛乳の中にコーヒーのパックをジャボンって入れて一晩待つとこんな感じになります。めちゃくちゃ美味しいのでハマってます。ぜひね、皆さんも暑い夏を乗り切るためにこういう冷たい飲み物をいろいろ試してみたらどうかなって思っております。日中暑い日も続くので水分補給を忘れないようにして、今日も一日頑張ってまいりましょう。では皆さん、今日も元気にいってらっしゃい。